アメリカ太平洋海兵隊はアメリカインド太平洋軍の海兵隊構成部隊。軍手は海兵隊、部隊規模は総軍。作戦統制上は太平洋軍司令部、部隊管理上は海兵隊司令部の指揮を受ける。アメリカ太平洋海兵隊はアメリカインド太平洋軍の海兵隊構成部隊として太平洋地域で活動する海兵隊部隊を管轄する。 ここには日本や韓国、東南アジアなどアメリカが重大な関心を寄せる地域があり、太平洋海兵隊はこれらの地域で発生した事態への初動兵力として極めて重要である。また、太平洋側の反旧を責任範囲として、太平洋軍のほかアメリカ中央軍の海兵隊部隊に兵力を提供することも任務としており、ホースプロバイダーとしての面も強い。 海兵隊において、太平洋海兵隊は、海兵隊総軍及び海兵隊及び役集団と、並んで、作戦部隊の3つの司令部の1つとして位置、続けられている。実戦部隊として第1海兵遠征軍と第3海兵遠征軍の2個海兵遠征軍を、有することから、3個主要司令部の中で最大の、戦力を有する。第海兵遠征軍は、第艦隊。 第3海兵遠征軍は、第7艦隊と共同して活動する。なお、太平洋海兵隊司令官は、太平洋艦隊海兵軍及び、太平洋海兵隊基地部隊、在韓国海兵隊の司令官を兼任している。ありがとうございます。